ご視聴いただき、ありがとうございます。投資情報を収集をされている素晴らしい視聴者様に向けて、本日、注目の株式情報をお伝えします。この動画を見るとわかること。一つ目は、今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容がわかる。二つ目は、今日、ストップ高やストップ安した銘柄とその理由がわかる。三つ目は、今日、良いニュースがあった銘柄とニュース内容がわかる。まずは今日、株主優待情報が更新された銘柄と更新内容を見ていきましょう。インタートレードは2023年9月末をもって株主優待制度を廃止すると発表しました。この廃止により、これ以降の株主優待は提供されません。今日、ストップ高となった下記の銘柄についてご紹介します。ホストプライムが東証グロース市場に新規上場し、ストップ高となりました。午前9時に公開価格の450円で初値をつけた後、一時は安値の443円を記録しましたが、その後一転して上昇し、午前の早い時間にストップ高の530円に達しました。9時30分以降はストップ高に張り付いたまま取引を終了しました。ストレージオアの株価が2営業日連続でストップ高となりました。これは、記念株主優待実施と新しい株主優待制度の導入が交換されたためです。記念株主優待では、7月31日時点の株主に給油オーカード2000円分が贈呈されます。また、新しい株主優待制度では、毎年1月31日時点で一定の株数を保有する株主に対して、クオカードとトランクルームの割引券が贈呈されます。メディア工房の株価がストップ高となりました。事業選択と集中のため、特別損失の計上や最終損益の赤字への下方修正が行われた一方で、26年8月期に営業利益 2.5 億円を目指す中期経営計画が策定されました。また、株主優待制度の新設も発表され、クオカードペイが贈呈されることになりました。トレードワークスの株価がストップ高となりました。SCSK との資本業務提携が発表されたことが背景にあります。トレードワークスは、SCSK に12万8000株を第三者割当てによる自己株式の処分で割り当てて、SCSK は提携関係の進化に伴い、さらに市場買い付けで7万9000株を追加取得する予定です。提携内容には証券トータルシステムや個別システムの開発と販売、知識やノウハウの共有、人的交流が含まれています。今日、ストップ安となった下記の銘柄についてご紹介します。サンバイオがストップ安となりました。原因としては、再生医療製品アクーボの条件付き承認は了承されたものの、当面は出荷できない状況が続くため、失望売りが発生したことが挙げられます。これにより株価が大きく下落しました。今日、良いニュースのあった下記の銘柄についてご紹介します。ヘリオスはアステラス製薬の子会社と網膜色素上皮細胞の製造方法に関するライセンス契約を締結しました。この契約により、ヘリオスは一時金として300万ドルを受領し、将来的には最大800万ドルのマイルストーンを受領する可能性があります。ティムスは、TMS-007、JX-09、TMS-008 の3つの臨床パイプラインを持っています。TMS-007は急性期脳梗塞の治療薬候補で、炎症を抑え血栓を溶かす機能を併せ持ち、世界で初めての化合物です。JIXING 社との提携により日本における開発販売権を無償で再取得し、開発マイルストーンや販売マイルストーンで収益が期待できます。また、JX-09 も日本での開発販売権を無償ライセンスで取得し、国内開発費の 75% を保証される契約です。式のハイテックがルネサスエレクトロニクスのプリファードパートナープログラムに参画することを発表しました。これにより、同社はルネサス製プロセッサーを利用した画像映像信号処理の経験と実績を活かし、自社のカメラ製品やセンシング技術を通じて顧客に最適なソリューションを提供することが期待されています。フォンファンは合同会社セルフリーの全株式を取得し、完全子会社とすることを発表しました。これにより、自社のクラウド電話システム、コールコネクトとの事業連携が期待されています。また、資金調達についてはエクイティファイナンスを予定していないため、株主価値を保ちながらの成長が見込まれます。JTP は、政府機関と自治体のための共通のクラウドサービス利用環境である、ガバメントクラウドの統合運用管理補助者をサポートするシステムインテグレーター向け支援サービスを開始しました。この新サービスは、移行設計構築と運用管理を支援し、クラウド利用の初心者向けにも広範な支援を提供します。岡野バルブ製造は電力向け高温高圧バルブの需要が伸び、特に火力原子力発電所向けに実績があります。同社は2024年11月期の業績予想を大幅に上方修正し、営業利益は従来の4億9200万円から8億8000万円に引き上げられました。これにより、大幅減益の見通しから増益見通しに変わり、ポジティブサプライズとなりました。また、好業績を背景に株主還元も強化しており、今期の年間配当は20円から40円に倍増させることが発表されました。デジタルアーツは好調です。米国のブラックロックの日本法人、ブラックロックジャパンがデジタルアーツの株を 5.04% 保有していることが判明しました。この情報を受けて買い注文が増えています。
保有目的は準投資とされています。報告義務発生日は6月14日です。岩谷産業は9月30日を基準日として1株を4株に分割することを発表しました。堺重工業は投資有価証券の一部を売却し、特別利益として 2.88 億円の投資有価証券売却益を発生させました。この売却は政策保有株式の保有額を連結純資産の 20% 未満にする方針に基づいたものです。この利益は2025年3月期第1四半期に計上される予定です。ご視聴いただきありがとうございました。情報収集をされている優秀な視聴者様に向けて動画を作成していますので、ぜひ高評価、チャンネル登録、拡散を何卒よろしくお願いいたします。紹介してほしい情報などがあればぜひコメントください。